どうも、散財系 YouTuber の柳谷修と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は上下ユニクロで着回しルックブック、春から夏まで行けちゃうぞの回でございます。ということで、まずは私のデータから。身長は162センチ、体重公開は事務所 NG、 骨格診断気にしない系、好きなものは勤務促進ということで、スタート。まず一つ目のコーディネートはシンプルなタイトスカートとニットの組み合わせのコーディネートでございます。組み合わせってことがなんかちょっとおかしいなと思うんですけど、まあ気にしないでください。まあ、本当にね、アイテム自体はシンプルな合わせなんですけども、オレンジの小物を入れることによって今年らしさがぐっとアップするかなと思います。でニットはですね、先日の動画でご紹介したユニクロ U のものでございます。中にタンクトップを着用しております。続きましてはスカートの着回しコーデでございますね。まあ、スカートの着回しコーデと言っておりますが、先ほどのコーディネートのトップスをジャケットに変えただけでございます。でトップスをジャケットに変えただけでまたガラッと印象が変わりますので、おー、なんか着回しっぽいねって思いませんか？あ、思わないですか？久しぶりのルックブックで何喋っていいか分かんないんですけども、まあ、カジュカル感がはありつつも、なんかちょっと大人っぽさとか綺麗め感とかも残しているので、大人の方でも着やすいようなデニムジャケットコーデかなと思います。続きましてはスカートの着回しコーデ、サマーバージョンでございます。サマーバージョンです。まあちょっと英語なんで話したいのかちょっとよくわからないんですけども、まあ、これもね本当にドシンプルな感じの組み合わせなんですけども、スカート以外をブラックでまとめることによってよりスタイリッシュで洗練された印象になるかなと思います。続きましてはボーダーのカットソーを使ったコーディネートでございます。でボーダーといえばカジュアル代表みたいな感じなんですけども、まあ、こんな感じでですね、ほぼブラックでまとめてあげるとボーダーなんだけどカジュアルすぎないみたいな、そんなスタイリングが叶うかなと思います。ただですね、アイテム自体はもう超ドシンプルです。本当に超いい感じ。あ、ちょっとごめんなさい、何言ってるか分かんないです。あ、なんかチラーンって、あ、そう、このねトップスは XL をあえて選びました。それにはですね大きな理由があったので、次のコーディネートでご紹介させていただきたいと思います。続きましてはボーダーカットソーの着回しコーデでございます。で XL を選んだ理由なんですけども、こんな感じでスキニーパンツと合わせたいので丈を長めにするためにあえて XL を選びました。あ、もじもじしてる理由はですね、この膝下がね短いために、私はいつもこういう時はロングブーツを合わせて結構ごまかしてたんですけども、今日はねコーデのマンネリ化を防ぐために頑張って膝下を出したので、ちょっともじもじしてた模様ですね。でお色合わせなんですけども、あえてここはグリーンを入れることによって真っ黒黒しけれておいでみたいな感じにならなくてね、ちょっと洒落てるんです、グリーンが入ってるんですみたいなね、そんな感じの、はい、色遊びをさせていただきました。続きましてはセットアップのコーディネートでございます。まあコーディネートというかセットアップのものを上下で着ただけなので、本当にねコーディネートっていう感じのものでなくて申し訳ないなと思うんですけども、まあ、こちらの上下はですね、多分 SNS で少し前にバズってたやつですかね。これね、ごめんなさいね、お腹をめちゃくちゃ気にしてます。なぜならばお昼にタイ料理を2人前ぐらい爆食いしたからでございます。本当に申し訳ございません。コーディネートのポイントはやはり色合わせでございますね。相手のブルーを合わせることによって、私はちょっとワンランク上の女ですみたいなね、そんな感じを演出できているかなと思います。ベージュとブルーとても相性がよく、高見えおしゃれ見え効果が抜群の組み合わせでございますので、ぜひ真似してみてください。せやかて工藤、まだまだ寒いねんと思われる方も多いと思いますので、上にジャケットを羽織ってみました。こちらのジャケットですね、先ほど出てきたやつの色違いサイズ違いでございまして、この薄いお色の方は XL を着用しております。先ほどベージュとブルー相性がいいと言いましたが、デニムもブルーですのでもちろん相性は抜群でございます。ベージュとブルーが相性良くて、しかもデニムも OK ってことは、ボトムにデニムを持ってきてもいいのということでですね、先ほどのトップスの着回しコーデでございます。はい、もちろんデニムをボトムに入れても全然問題ないでございます。でデニムはねカジュアルなアイテムなんですけども、ベージュ自体が品のいいお色でございますので、デニム以外の小物も全てベージュでまとめることによってカジュアルなんだけど上品みたいな、そんなコーディネートが完成するかなと思います。続きましてはスカートの着回しコーデ、サマーバージョンでございますね。今回った時にちょっとちらっとタグが見えましたが、気にしないでいただけたらなと思います。ブラックとベージュ、もともと相性が良いお色ですが、肌見えの分量が増え
増える夏なんかはブラックを多めにしてあげるとコーデがぐっと引き締まって高見え度も増すかなと思います。あ、柳谷さんね、もうね疲れちゃったんですよ。もうね、もう今日ねすごい疲れちゃってね、もうね、まあ言うてね36のおばさんなんでね、すぐ疲れちゃうんですよ。本当に申し訳ないですね。続きましてはデニムジャケットの着回しコーデでございます。で、私はですね、特に膝下に自信がなくてですね、ショートパンツ履くときはね、やっぱりこう膝下っていうのがちょっともう恥ずかしい恥ずかしいってなってしまうんですけども、そういうときはご安心ください。ロングブーツを合わせれば全て解決ということでですね、なんなら着汗もして見えちゃうんじゃないかなと思っております。で、こういうときによく出る、いつまでロングブーツ OK なの問題なんですが、私的には真夏だろうがなんだろうが関係ない、もういつ履いても OK って思ってます。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おばっぴー。はい、なんか今日は柳谷さん振り切ってますね。本当にすいません、なんかちょっとどうしたんですかね、なんか春だから頑張っちゃったんですかね、わかんないですけど、何の話をしてたかわかんないんですけど、まあ別にね、自分が良ければ一年中ねロングブーツ履いても私は全然いいと思ってますので、気にせず皆さん履いたらいいんじゃないかなと思います。こちらのボーダートップスは先ほどの色違いでございまして、こっちのお色はジャストサイズで着たかったので M サイズを選んでおります。続きましてのコーディネートは柄の入ったジャケットのコーディネートでございます。ちなみにこちらのジャケットは去年買ったものでございますので、もしかしたら今はもう入手ができないかもしれないです。で、まあ、こちらのコーデのポイントはまあ特にないんですけども黒をね多めにするということで、まあオフィスとかそういう時もいけるんじゃないのかなと思うんですけども、はい、ジャケットを脱ぎたいんですね。あ、今から脱ぐぞ、脱いだ。はいメガネがね、もうはい、もうなんか失敗したね、鼻に当たって痛かったね、かわいそうにね。はい、ということでですね、ジャケットを脱いだらこんな感じのコーディネートでございます。こちらはですね、まあ、サマーバージョンでございますね。お靴やバッグまで全てブラックでまとめることによって、シンプルなスタイリングだったとしても洗練さが、はあ、続きましてはショートパンツの着回しコーディネートでございます。今日はですね、もう語彙も滑舌も絶不調なので、なんか全然言葉が出てこないんですけども、え、それってもしかして履いてないの？なんて見えちゃうかもしれないですけど、やだー、履いてないの？って思うかもしれないですけど、ご安心ください、履いてますということで、すいません、本当にね、何やってたんですかねこの人この日、ちょっと頭おかしかったのかなと思いますけども、まあ、こんな感じのねコーディネートをねしたかったんですよ。このシャツを買うときに絶対このコーディネートをするぞって思いながら買ったので、それができて柳谷優は大満足でございます。このバッグもユニクロ U のものでございまして、可愛いですね。はい、もうだんだん疲れてきてますよ、撮影してるあなたも、私も疲れてきてる、もう疲れてんのよこっちとら、だらたた。続きましては最後のコーディネートでございます。キラーン。はい、先ほどのシャツの着回しコーデでございます。撮影してたらだんだん日が落ちてきまして、変なところに光が入ってきて、光に当たったら死んじゃうぞゲームみたいなね、今はの国のアリスですかみたいなことをね、多分一人で繰り広げてるんですけどもね、多分一番最初に死ぬモブキャラですね。はい、何の話をしてるか全然わかんないんですけども、こちらのシャツ着丈は長いんですが、生地が柔らかくて薄手でございますので、こんな感じでインをしたとしても変にもたつかず、まあ、パンツ合わせもしやすいよっていった感じでございますね。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。滑舌も語彙も本当にひどいありさまだったんですけども、少しでも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。バイバイ。